すみません。お。はい。いや。どうか。まあ。よかった。従者様、ご苦労でした。え？ええ。そんなはずは。ティアスさん。ええ。はい。そんな。Ha ha ha!
オフィリア。その声は…し、大きな声を出さないで。ごめんなさい、オフィリア。今、ここから出してあげるから。リアナ、どうして…父様のため…なの。父様は亡くなってしまった。でも、巫女になれば必ず生き返るって、あの人が教えてくれたの。何を言っているんですか、リアナ。そんなことあるはずが。どうしてそんなこと言うの。ねえ、オフィリア、あなたは父様がいなくてもいいの。リアナ。父様がいて、オフィリアがいて、みんなでお話ししたり、笑い合ったり。それができなくなるのよ。あなたはそれでいいの？それはそうですが、でも亡くなった方は蘇りません。どうしてそんなこと言うの？オフィリア、そんなに冷たかったの？違います、違いますよ、リアナ。くぐりになった以上、それは無理なのです。それに、あの人は封じられた神の力を使うと、嫌な予感がするのです。それでも、私は諦められない。きっと父様は帰ってくる。そうすれば、私たち家族も元通りよ。オフィリアも喜んでくれるでしょ。鍵は開けておくわ。見つからないうちに逃げて。あとは私に任せて。リアナ。オフィリアさん。よし。でも、何言ってんだ。そうだそうだ。おう。ああ、よし。あ。
オフィリア。オフィリア君。おお、まあ、ありがとうございます。さあ、はい。お願い。そうです。父様良いのですか。それは…え？そうです。そんな。させません。オフィリア。なんですって。いいえ。
さあ。あなたには負けません。負けません。一文字切り。よし。さて、どうしようか。やられるものか。なかなか考えがいがある。コングレアルクス。覚悟はいいか。おう、よう。行きましょう。バックしてください。それ。行くよ。そこからよ。よろしくね。ここからが本番だ。よう。気を出そうか。コングレアルクス。大した強さだ。合格点だよ。ほう、なかなかやります。あなたたちには負けません。だがリアナが死者の復活を願っている限り儀式は止められない。もし儀式を止めたければあなたにそれができればです。しっかりして、リアナ。父様に会いたい。そう思うと。リアナ、どうすればいいの。こんな時、大司教様なら、父様なら。リアナ、思い出して。あの日、大聖堂の裏で死んだ小鳥を見つけた時のことを、父様に言われた言葉を。小鳥さん、冷たくなってる。きっと、温めればまた。もっと温めましょう。でも、全然動かなくて、小鳥さん、死んじゃったの？どうしよう、どうしよう、リアナ。どうしたのだね、二人と。小鳥さん死んじゃったみたい。父様、元に戻してあげて。お願いします。そうか。いいかい、二人とも。死んだ者が生き返ることはないんだ。
神様が私たちをそう作られたからだよ。神様、どうしてそんなひどいことするの？すごく悲しいのに。そうだね、すごく悲しいことだ。だが、その代わり神様は私たちに生きる喜びを与えてくださったのだ。生きる喜び？そんなのわからない、わからないよ。命あるものは必ずいつか死の門をくぐる。しかし限られた命だからこそ喜びを感じることができるのだ。二人は出会えて嬉しかっただろう。それが生きる喜びというものだ。それに、たとえ死んだとしても、また会うことはできる。死んでも。リアナもオフィーリアも、目を閉じて小鳥のことを思ってごらん。小鳥は羽ばたいているかな？飛んでる。それはお前の心にまだ小鳥が生きているということだ。賢い子だ。いずれ死というものがわかるだろう。悲しみは時が癒してくれる。そして去りし者は心の中で生き続ける。いずれ私も死の門をくぐることになる。その時こそ心の中に生きる私を思い出してほしい。ヨーセフ父様は言っていました。さりし者は心の中で生き続ける。心の中に生きる自分のことを思い出してほしいと。主演が弱まって許さない。リアナの心をもてあそんで。あなたは最後まで私の邪魔をするのですね。リアナが式年放火の旅に出ていれば全てがうまくいったもの。そう、なぜあなたが儀式を行っているのです。忌まわしいオフィーリアめ、この場で黒樹園の煮えとなれ。もう好きにはさせません。あなたがどんなに言葉を尽くそうとも、もう過去の幸せは戻らない。死者の復活を心の支えに生きていく、それ以外どのような救いがあるのか。心の支え、救いは自分の身近にあるものです。
小さなものかもしれません。でもその絆が人を立ち直らせるのです。私の番。行きましょう。やばっ。ここからが本番だ。なかなか考えがいがある。エレメントブレイクロット。ここからが本番だ。コングレアルクス。頑張ります。跳ね返します力が本番だ。さて、どうしようか。やられるものか。さて、どうしようか。コングレアルクス。ブレイクロット。か細き絆より亡き父の復活こそ彼女の心の支えになるという。リアナの深い悲しみと絶望はあなたごときでは救えないのです。私はかつてリアナの優しさに救われました。家族の死に塞ぎ込んでいた私を救い出してくれました。だから今度は私が助けます。あなたには負けません。やはりあなたは邪魔な存在です。そうすればリアナがすがる者は私とガルデラ神だけとなる。
オーダー。エレメントブレイクロット行きましょう。エレメントブレイクロット授業はこれで終わりだ。バカな。その通りです。ごめんなさい。いいえ。でも、ここは。オフィーリアよ。はい。聖火師エルフリックよ。これより我が魂と血潮を捧げし、この地で人々を守りし聖火に注ぐ。式年奉火の秘跡をもって御身の慈悲と祝福を。あ、式年奉火の儀式を終えたことをここに。オフィーリアよ、よくぞ大役を果たした。ありがとうございます。しばしの休息のあと、再び日々の務めに励むがよい。はい、教皇聖火。リアーナの様子はいかがですか？
相変わらず部屋に閉じこもったきり、食事も満足に。そうですか。リアナ、私です。入りますね。今日はいい天気ですよ。ちょっと外に出ませんか？リアナ、ごめんなさい。一人にさせて。リアナはああ言ってるけど、今日こそは。ごめんなさい。聖火の加護と祝福のあらんこと。リアナ、ついてきて。え？オフィリア？いいから。ここは、あなたと出会って間もない頃、この場所に連れてきてくれましたね。それがすごく嬉しかったです。だから私は立ち直ることができました。それにね、あの時に言われた言葉の一つが、私を一番救ってくれたんです。わからないわ。それは、元気出さないとご飯おいしくないよ。何それあ、ようやく笑ってくれました。え、リアナ、今度はあなたが立ち直る番です。オフィリア、いつまでも落ち込んでいると心の中のヨーセフ父様に叱られますよ。それに、元気を出さないとご飯も美味しくないですし。え？オフィリアから。今日も綺麗ですね。オフィリア。はい。ありがとう。どういたしまして。フフフフ。
ねえ、オフィリア。私たち、ずっと一緒ね。もちろんです。ありがとう、オフィリア。